第5四月8日台は、日本のシンガーソングライター、ミュージシャン、タレント、俳優、司会者。3人組ロックバンドブレイカーズのボーカルである。本名は、内藤大子。以前の芸名は、第5スターダスト。血液型 AB 型、身長178センチメートル。東京都世田谷区下北沢出身。所属芸能事務所は、タレントとしては A、A プラス。 歌手活動ではビーイングに所属。母方の祖父は元衆議院議員で第74代内閣総理大臣の竹下登。父方の祖父は実業家の内藤洋一郎。父は竹下登の秘書を務め、後に KBS 京都の役員に就いた内藤武義姉は漫画家の駅駅。妻は女優の北川恵子。2003年メジャーデビュー。 2007年、ブレイカーズ結成を機に、第五に改名した。1978年4月8日午後1時2分、東京都中野区にて誕生。3歳から小学3年生の夏までを、千葉県市川市で過ごし、祖父が総理大臣に就任することに伴い再び、東京都へ移住。玉川学園中学部、高等部を経て、玉川大学文学部芸術学科中退。 中学3年の時、兄の持っていたボーイの CD をきっかけに音楽に目覚める。当初はクラシックギターを習いに行ったがすぐに辞め、独学でエレキギターを練習した。友人と行ったカラオケで一番上手かったため、ボーカルを目指すことになった。また、現在の所属レーベルビーイングの先輩であるビーズの大ファンであり、彼らの影響も受けたと自身のブログで語っている。高一で コピーバンドを結成。高3でボイストレーニングを始める。高2でモテることに目覚め、校内自分プロモーションの結果、憧れの先輩ランキング3位になったことも重なり、卒業前の学園祭で組んだバンドが大好評。卒業後も続けることになる。ライブは後輩や友人らが来て満員となり、すぐに事務所がついたほどだった。 シャムシェードの後輩バンドジャゼイルのボーカルとして活動。当時は様々なビジュアル系バンドが活動する中で金髪と派手なメイクとセクシーな衣装がトレードマークだった。各音楽史からは何と言ってもカリスマボーカリストであるダイゴが聞き手を吸い込んでしまうほどの独自の世界観を演出、ロックシーンを塗り替えるという期待を受けプロへの誘いも、 あったが、結果が出ず2001年9月25日バンドは、解散。自身は、かっこよい曲は、かっこよいんですけど、俺のキャパを超えている曲もあったりして、すごいシャウトする曲とか。それでちょっとずつ、よりヘビーな方に行きたいっていうメンバーと、キャッチーなメロディーがあるものを歌いたいっていう俺が分かれて、きて、ちょっと、ここらで一回離れた方がいいんじゃないって切り出したんですよね、と語っている。 デモテープ2本、インディーズ CD1 枚、ミニアルバム2枚をリリースした。当初のビジュアル系ルックスから、ファーストミニアルバムで、グラムに、ファーストフルアルバムで、楽曲は洋楽テイストに変化。パンチの強いボーカルや、高い張り上げボイスは、現在の面影がないほどだった。年間100本のライブを行い、韓国へも行った。バンド解散後、 第五ウィズザスペーストイズという名前でソロ歌手としての活動を始める。河村隆一のライブのオープニングアクトが初ステージだった。地道にライブハウス等での活動を続けていた2003年、彼を撮影していた写真家の加藤正則によって氷室京介を紹介され、1対1で会うこととなる。その際に才能を見出され、何かしら力になってあげたいよねとのことで。 表室自らデビュー曲のプロデュースを申し出る。以前からボーイより多大な影響を受けていた彼にとっては願ってもない出来事だった。そして2003年7月21日、25歳で第五スターダストとしてヒムロ自身が再始動する際に作曲したクローディアの曲に違う詩を載せた形のマリアで、 メジャーデビューを果たす。当時は、竹下登の孫である事実を公表していなかった。リスペクトしてやまない人物の一人、デビット・ボーイの、火星から舞い降りた、ロックスター、ジギースター・ダストから名前を取った。本人曰く、カメレオンのように変化していく人に惹かれます。デビット・ボーイを見習って、バリバリのグラムでやることにした。とのこと。 デビュー当時、ドラマや CM に出演するなど期待されていたが売れず、一つの新しい発明くらいに真剣にやっていたものが、そもそもスペーシーってどうなの自分でも一回フラットに考えたいなと思い、事務所に話し、フリーに戻る。2006年10月、レコード会社との契約が切れたが、活動は続けた。セックスピストルズをカバーしたり、 自身の曲をパンクにした第5パンクスの活動も行った。後期からだんだん書く曲もバンド感が濃くなって、そろそろ新しいことをしたい。暴れたい感じ。シャウトしたい。メロディが綺麗な曲が大好きで、そういう歌を中心に歌ってきたんですけど、そこからはみ出したい。といった理由から2007年6月4日、第5スターダストを封印した。2010年2月、1曲だけ披露した。 2007年に音楽活動の拠点をビーイングに移し、3人組、ロックバンドブレイカーズとして活動を開始。同時に第5に改名し、現在に至る。ブレイカーズは終電、生涯最後のバンドとし、バンド名には自分の限界やジャンルの壁をぶっ壊して新しいものを作っていくという思いが込められている。2007年7月25日、ファーストアルバム。 ブレイカーズでデビュー。当初はクールなロックバンドを目指し、MC では笑わないというルールで、楽曲もジャゼイルに比べメロディ主体で、また現在と比べると、洋楽風であったりダークな世界観があった。2007年10月、姉の英気英キに、世界バリバリバリュー、私の家族は有名人特集の出演依頼が来た際、姉はバンドを結成したばかりの大悟をメインに使う。 ことを条件に出演を強化した。家族全員と自宅を公開しなければいけなかったため、おばあちゃんがダメと言ったら、断念だねという話をしていたが、祖母は、快諾。家族で出演し話題となった。後日 VTR を見た番組スタッフが第5大きに、入り、スタジオゲストとして何回か出演。タレント事務所に勤めていた元クラスメートに、マネージメントについて相談し、事務所社長と会うことに、 社長は、大悟のキャラを大絶賛、タレントとしての大悟が誕生した。改名後の大悟は、竹下登の孫であることを公表、同時にブレイカーズの知名度も上昇した。祖父ネタは、開き直り、出し惜しみなく、フルに活用していくようになった。また、元首相の孫とは思えぬ若者言葉で話すギャップや、親指を立てたコロナで手の甲を表に向け、 腕をクロスさせるポーズと共に発する、ウィッシュという決め台詞が流行するなど、テレビタレントとしても人気を博している。ファーストシングル、サマーパーティーは、せっかくだしちょっと、ロックと自分の個性、メディアリンクも含めてそういう曲を、と作り、タレント活動について、他のメンバーもバンドの彩りを豊かにしていくと、前向きに捉えている。ライブは、 基本ドックだけれど初めて見る人でも楽しめるよう、エンターテイメントにまた、ブレイカーズが男性ファン2%ということに対し、男性ファンが増えてくれるのはもちろん喜ばしいですけど、俺は女性ファンの方が嬉しいですと語っている。テレビなんか出ないぜ、っていうロッカーなスタイル、俺はすごい好きです。だけど俺の場合、固定観念に縛られてると逆に表現に足かせがかかっちゃう。 だから自分のスタイルを貫くことこそロックだと思うんだ。今は歌もバラエティもすべて勝ちでやりたいんです。やらせてもらえる今の環境にいるからこそオファーには期待をすべて裏切らないように応えたいんですよ。ニーズには応えたいタイプなんでね、今は何でも挑戦したい年頃、人を楽しませたい欲が強いと語り、ドラマ、ミュージカルなどに出演を果たした。 2013年4月ブレイカーズのさらなる飛躍のため、それぞれがソロ活動を開始、第5は2013年7月31日ソロ第1弾シングル、いつも抱きしめて無限リバースを発売した。バンドサウンドはブレイカーズで満足してる。だから逆にブレイカーズでできないことをと、話しデジタル系楽曲や一部本格ダンスにトライした。そして7月12日に、 第五スターダストとして10年ぶりの復活ライブ、帰ってきた第五スターダストを行う。ひとよ限りの復活ライブとなる予定だったが、あまりに反響が大きかったため、7月26日、渋谷公会堂にて、追加公演、帰ってゆく第五スターダストを行った。第五としてのライブツアーも行った。二千十五年五月二十日、十五枚目シングルにて、ブレイカーズを再始動。今後は、 エンタメ感というより、もっとロックに振り切った、ブレイカーズを目指してやっていこうと思ってます。なお、ソロ活動も引き続き行っている。2015年5月19日放送分の、幸せ。ボンビーガールにて、第38回24時間テレビ、愛は地球を救うの、チャリティーマラソンランナーに任命され、翌週5月26日放送分の生、放送部分にてランナーとしての役割を、 HM と承諾。8月22日にマラソンがスタートし、翌23日20時44分に完走した。2016年1月10日、警視庁の1日通信指令本部長を務めた。2016年1月11日、女優の北川恵子と結婚したことを所属事務所を通して発表した。婚姻届は東京都内の区役所に代理人を通じて提出。 同日、都内にて、ツーショットで、記者会見を行った。同年4月29日、都内で挙式を行い、グランドプリンスホテル新高輪で、披露宴を行った。北川へのプロポーズソング、KSKO も書き下ろし、第5自身のソロ名義で、同年6月15日にリリースした。北川とは、交際に至る、数年前の2011年に、 レディー最後の犯罪プロファイル初回で共演している。2020年4月22日、妻の北川の第一子妊娠が報じられ、北川が自身の公式サイトで妊娠を正式に報告した。同年9月7日、第一子となる女児が誕生したことを自身のブログで報告した。好きな食べ物は寿司、ラーメン、焼肉、ポップコーン、キャベツ太郎やうまい棒等のスナック菓子。 好きなブランドは、ロエン、ローリー・ロドキン。長年愛用している香水は、ドルチェガッパーナの、ライトブルー。本名の、ダイコは、大きい湖のように広い心を持った人間になれ、という意味で名付けられた。ザウの名は、我が道を行く。幼い頃、よく祖父に聞かされていたからとのこと。温厚な性格で平和主義者。 姉の著書によると、姉と兄の肉食獣同士の熾烈な喧嘩を側で、眺めながら争いには首を突っ込まない、装飾系の習性を身につけたとのこと。テレビ出演時は、そうっすね、マジで、マジっすかガチで、半端ない、みたいな、など、典型的な若者言葉でかつ語尾を伸ばした口調で、喋る。大悟のこの独特の口調は、森田和義アワー笑っていいとも。 で共演したタモリやモノマネタレントの花香義明ら多くのタレントによくモノマネをされている。また、アカシアさんまと絡む際に確かにというセリフを振られるのがお約束となっている。近年は KSK や DD、ギックなど日本語のフレーズなどを数文字のアルファベットに略して表現した d a を多用している。2015年8月19日に d a をまとめた 第5時点がピア株式会社から発売された。食事の際などを除き、常に差し抜きグローブを着用している。中には、ロエン聖やラルクアンシエルのハイドにもらった差し抜きグローブ、ジャンヌ・ダルクの安とお揃いのグローブもある。クイズ番組では、白式ぶりを幾度となく披露しており、ネプリーグの漢字書き取りコーナーである、 ファイブツアーズバギーでは一人目のプレイヤーとして9問連続で正解、熱血。平成教育学院でも総合2という成績を残しているが、上記のキャラクターから顔バカタレントのイメージを持たれることもしばしばある。特技は、モノマネで、お箱はサザンオールスターズの津波。他にも、同じビーイング所属の先輩であるビーズの稲葉講師。 ルナシーの河村隆一などを持ちネタとして、ライブで頻繁に披露している。ダイゴの生み出したキャラクターに熊パンダがある。グッズもライブ会場などで販売されている。鳴き声は、救急。アニメ、新世紀エヴァンゲリオンのマニアで、登場人物総流、アスカラングレイのファンである。踊る、サンマゴテン。で、アスカ役の声優、宮村優子と共演を果たし、 宮村にアスカの声で毒づいてほしいとのお願いをしたのと同時に自分にエムッケがある胸を告白した。さらに番組収録後、宮村に頼んで自身の目覚まし時計に彼女の声をアラーム音として録音している。その時、もし日本武道館でライブやるようなことがあったらぜひナレーションをお願いしたいと話し、2009年のブレイカーズ初武道館ライブウィッシュにて実現。 エヴァ仕様のオープニングになった。さらに、エヴァンゲリオンと NTT ドコモのコラボで発売されたエヴァ携帯やエヴァスマホは欠かさず購入しており、2012年に発売されたエヴァスマホ SH-A6D ナーブの公式 PR 動画にもサポーターとして出演した。その動画内で原宿のエヴァストアを訪れ、 計48,612円ものエヴァグッズをお買い上げしている。24時間テレビ、愛は地球を救うのチャリティーマラソン完走後に生放送された、行列のできる法律相談所において、完走に対するご褒美として、主題歌である、残酷な天使のテーゼンの高橋陽子本人による歌唱が披露された。競馬好きが講じて番組を担当した、兄が競馬を、 内藤家に持ち込んだと英気が著書の中で語っている。日産自動車の創業者、高島屋創業者一族、トヨタ自動車の創業者、三井財閥の当主、浅野財閥の創始者、安田財閥の創始者はそれぞれ親戚関係にあるため、第五の宴石と言える。ブレイカーズについては、そちらの記事を参照。参加ユニット作詞、作曲作曲レギュラー。ありがとうございます。